第6レーン宮内君京都産業大学、第1レーン佐々木君立命館大学、スクリーンには写真判定中の速報です。円盤投げ6回目、九州共立大学、富松君。第5レーン、現在第2位、川端君、中京大学。第2レーン、筑波大学、山下君。第6レーン順天堂大学根本君、第7レーン小沢君順天堂大学、第6レーン飯塚君中央大学、スクリーンには先ほど終了した男子 200m 競走9位以下決定戦の結果が表示されています。ご覧ください。選手を紹介します。第1レーン田村和樹君東海大学、第2レーン浅谷幸喜君近畿大学、第3レーン小林博樹君大阪市立大学、第4レーン根本真博君順天堂大学、第5レーン木下優樹君順天堂大学、6レーンを開けて第7レーン上本直樹君京都産業大学、8レーンも開けます。以上6名の出場です。第4レーン根本君順天堂大学、
スクリーンには写真判定中の速報です。1着根本くん順天堂大学21秒16、2着小林くん大阪市立大学21秒17、3着上本くん京都産業大学21秒27、4着木下くん順天堂大学21秒28、5着田村くん東海大学21秒34、6着笠谷くん近畿大学21秒35、